どうも、たくあんボーイです。今回は JR 時代の同期が車掌デビューしたということで、その電車に乗りに来ました。最高にいい天気。見てください、この青空。青空ね。飯島駅は通学で毎日使いました。懐かしいですね。人気のない駅ですけども、通学の時間になるとすごく混雑してますよ。まあすごくと言っても都会と比べたらね。まもなく列車が参ります。この電車に僕の同期が乗務しています。会うのが楽しみですね。運転士さんは知らない人でしたね。はい、あ、ここにいるのは違う人でしたね。なんかこの電車はたまたま2人乗務してるらしくて、もう1人あの中間あたりにね、僕の同期がいましたね。押しボタン式なので、押し忘れたらドア開かないのでね、降りるときは気をつけましょう。はい、お邪魔しまーす。はい、すごくね、静かな車内です。そしていよいよ同期が乗務した列車が発車しました。出発進行。いいですね。このアナウンスです。同期の声です。さあ、田切駅に着きましたね。飯島の隣、田切ですね。とりあえず稲松島駅まで乗務らしいので、そこまで乗っていきたいと思います。あ、ここです。皆さん見てください、僕のおすすめスポットです。このね、大きなカーブがあるんですけど、ここで見る景色がすごくいいんですよ。まあでも冬だともっと雪が積もって白銀の世界が見れます。ぜひ皆さんも飯田線乗った時は注目してみてください。こちら稲福岡に到着しました。僕の学校の最寄り駅ですね。さあ、到着しました。駒ヶ根駅です。奥に見えるのはね、日本で2番目に高い北岳っていう山です。
社内ではね、同期がお客様にチップを売ってて、すごくね、あ、頑張ってるなっていう姿が見れてよかったです。横通ってったりして、たまにね目線があってニヤニヤしてたりしてたんですけど、まもなく北戸の出口は左側です。ドア横のランプが点灯しましたら、Lボタンを押しておりください。電車に乗ってまいりました。飯島からね乗って稲松島まで来ましたけども、天気のいい日ですごいね、やっぱり景色も楽しめましたし、なんといってもアナウンスが何重にも載せた電車の中にねアナウンスをしてるって思うと、なんかぐっとくるところがやっぱありましたね。いやすごく良かったです。はい、皆さんもねぜひ飯田線に乗ってみてね、僕の同期だったりね乗務した電車が走ってると思いますので、ぜひ乗ってみてはどうでしょうか。飯田線最高。